皆さんこんにちは、エビの心です。はい、ということで今日はですね、私バレンタインを作らなかったんです。2月14日にバレンタインを作らなかったので、今回はホワイトデーを作っていきたいと思います。イエーイ。スコーンを作っていこうと思うんですけど、私スタバが大好きで、スタバにあのなんかスコーン売ってるじゃないですか。ああいうスコーンをお家で作れたらいいなと思って、簡単に作れるそうなので早速作っていきたいと思います。レッツゴー。まず用意するものはホットケーキミックスの粉200g ぐらい。心のお菓子作りは常に適当でいくので、皆さん、まあ、あんまり気にしないでください。粉が 200g ぐらいで、卵が1個。あいつは卵ない。あ、ないの。ホットケーキミックスを使って他のものを作ろうとしてたんですけど、あのカップがなくて、マフィンを作ろうと思ってたカップが売ってなくて、で急遽やばいやばいってなって変えてスコーンにしたので、これはちょっといろいろと混ざったメニューになってるんですけど、マーガリンが 50g、 牛乳 50g、 チョコが 50g、 砂糖がいらない。砂糖もいらない。まあ、こんだけ簡単にねできちゃうよっていう材料はこの4つでできちゃうということで、皆さんぜひ真似してみてくださいね。お好みで蜂蜜とかも入れたら美味しくなるそうなのでおすすめです。今回はメープルシロップをちょっと入れてみようかなって思ってます。今回作るのは、私スタバがすごい大好きなので、スタバに売ってるような三角形みたいなスコーンを作っていこうかなって思います。四角とかいろんな多分丸とかあるんですけど、私が求めてるのはスタバのスコーンなので、スタバ風のスコーンを作っていこうと思います。ホットケーキミックスとマーガリンを混ぜます。 200g なので、多分 200g で売ってる粉もあると思うんですけど、まあなんとなくでいいでしょうみたいな。あ、やばいやばい。まあね、こういうね白い洋服着てるとこういうことが起きるのよ。落ちました。 300g 入れます。もうちょっと分かんないので、頑張って冷えたマーガリンとお粉さんを混ぜていきます。マーガリン 75g ぐらいです。ぐらいです。全然参考になんないけど、まあ、皆さんちゃんと調べてくださいね。75、ここら辺でしょう。混ざりそうですね。これを混ぜていきます。なんかマーガリンを下に入れてしまったせいで、マーガリンさんがどこにいるのかわからない状況が陥っていますが、今まだ要救助者が中にいるはずなので、ちょっと探して、あ、もういなそうですね。ちょっと、はい、いい感じ。そしたら牛乳 75g 入れます。 75?75 75、50、60、75、牛乳 75g を入れます。ホットケーキミックスってホットケーキって言われてるのにさ、逆らいたくなっちゃったんだろうね、多分これ考えた人。ホットケーキミックスだけどホットケーキじゃねえよっていう、その発想力がすごいなって私は感心しております。チョコを割ります。今回はガーナにしました。チョコはちょっと一口サイズっていうか、スコーンによく入ってるぐらいのサイズがいいと思うので、細かめにあの手でパリパリと割って入れていってます。今このさ、チョコをさ割ってるうちにさ、手の中で溶けちゃうのあるあるじゃない。最近 TikTok でよく見るのよ。やっぱこういうホワイトデーとかの季節って、お返しにおすすめの作り方みたいなのをよく出してる人多いじゃないですか。そういうの見ながらさ、手でこうやって割ってる人見ると、すごい上手に手が温まらずに済んでるのと思って、相当冷水にさ手突っ込んでからやってんのかね。じゃないと無理じゃない。ちっちゃい頃とかはさ、よくさ、あのバレンタインとかをさ好きな子にあげるのにさ、いつも料理しないじゃないですか、ちっちゃい子って。だけどそういう時は頑張ってお母さんにお手伝いしてもらいながら作るわけじゃない。そうするとさ、慣れてないからさ、余計時間がかかるのよね、いつもより。
お母さんが一人で作る時よりも全然時間がかかるから、チョコがもっと溶けちゃうのよ。ここはちょっと飽きずに頑張って割っていく必要がありそうです。はい、こんな感じで全体的に細かく、まあちょっとね大きくても多分チョコ溶けるので、大雑把ぐらいで大丈夫。混ぜます。またこれを多分こうやって混ぜていくうちに粉っぽさがなくなっていくと思うんですけど、あ、なんか私のために考えてくれたんだなっていう、そういう行動が嬉しいので、ぜひ皆さん、もらった男性の皆様は全然こうやってね簡単にスコーンも作れるし、ホットケーキミックスともう超安く済みますから、こうやって自分で作っちゃえばすごい簡単に作れると思うので、やっぱ牛乳足りないっすね、ちょっとね、まあ、こういうのね一気にやりすぎると急に変わっちゃうから、ちょっとずつ足していった方がいいと思う。前にねここのマカロン作ったことがあって、暇すぎてちょうどいつだっけな、去年一昨年のその自粛期間めっちゃうまくいったと思って食べてみたらバカしょっぱくて、まあまあまあ塩と砂糖を間違えてましたっていうお話なんですけど、そしてまだね混ぜ終わってもないのに先に片付けを始めちゃうっていう、もうねやだよね、ほんとなんか思いついたらやりたくなっちゃうこの気持ち、何なんですかね。そしたらこのオーブンのトレーにクッキングシートみたいなの引いて、この固まったやつを好きな形にまとめていこうと思います。うわ、三角、どのぐらい大きい、このぐらい大きかった気がする絶対美味しいよ、こういう大きめのねチョコが入ってるとね美味しい。なんか全然三角形にならないんだけど大丈夫そうですかこれ不器用バレバレ、どうしたら三角形になるの、こう、丸とかあってもいいよね多分。ちょっと平べったい楕円っぽい感じの丸にしたり、でもやっぱさスタバっぽくしたいからさ三角形じゃない。スコーンといえばもう私の中では三角形しか思いつかないんですけど、どうしたらこうなんかいい三角形になるのかわからない。ちょっとメープル入れ忘れてたのでちょっとだけ入れたいと思います。どのくらい入れればいいんだろう、ちょっと蜂蜜でも大丈夫なので、どうしよう、まあ、これもじゃあミニスコーン、三角形スコーンみたいな感じで、難しい、あでもぽいじゃんぽいじゃん、ほらこれスタバのスコーンだよって言って多分あげたら気づかないと思う。はい、三角形と、じゃあもう一個も楕円にしますね。はい、 OK、焼きまーす。はい、15分から20分ぐらい焼いていきます。わーすごい、完成しました。え、すごくない、え、すごいよ、待って、でも三角形じゃない膨らんだらちょっと三角形崩れたんですけど、え、すごい、ガチスタバ、じゃーん、どうですか皆さん、え、いいよ、この割れ具合がめちゃくちゃガチリアルなスコーンになってます。はい、完成です。すごい、え、すごくないですか、こんなにあんな簡単な材料とあんな感じでめちゃくちゃいい感じに出来上がったので、早速食べていこうと思います。え、誰食べるかな、ほら三角形にしたはずなのに全然三角形じゃないスコーンさんです。え、でもめっちゃ美味しそうだよ、スタバっぽくないですかこの感じ、うん、ガチスタバちょっとチョコ入ってないからあんま分かんない、うまーい、スタバだよみんな、スコーンが再現できちゃいます、え、ガチうまい、多分これあったかくても美味しいんですけど冷めても美味しいと思う、チョコが固まってカリッとする感じになると思うので、いっぱいこうやってザクザクと中に
細かく切りすぎちゃうと、なんだろう、なんか生地がチョコ生地みたいになっちゃうので、ちょっとこのぐらい粗めに大きめにザクザク系でいくのをおすすめします。これだったら多分ホワイトデー男の子でも簡単に女の子に作ってあげたりできると思うので、だしホワイトデー関係なくなんかスコーン食べたいって思ってスタバ行くのだりって思ったら、ホットケーキミックスとマーガリンバターでも家にあったら、多分家にある材料で全然作れちゃうものだと思うので、ぜひ皆さん作ってみてください。ガチうまいよ。心でもね作れるんだよ、こうやってお菓子は簡単に。料理が苦手な人でもぜひ作ってみてください。はい、ということで今回はホワイトデープラススタバのスコーンが食べたい方に向けたスコーンの作り方を紹介してみました。ぜひ皆さん作ってインスタとかに載せてメンションしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。